車の運転はできるから俺にだってできるかもしんねえなって思ってやったところが40年やっぱり強盗にやったのが一番大変だったですよ新宿で1回それから門前仲町で1回いやもう結局暴力バカなんかに連れ込まれてお金全部取られてるわけですよ40万か50万か給料もらってそれでみんなで遊びに新宿に来てそれでじゃあなっつって、まあ、一応飲み会が終わったらもう可愛い姉ちゃんがお兄さんちょっとおいでよちょっとおいでよっつって連れて行かれたのが暴力バーでヤクザから取り囲まれて持っていた金全部取られた自分が取られたっていう頭があるからもう感情の起伏が激しいわけですねカーッて来てるわけですよそこに持ってきてタクシーに乗ってるもんだからもう金出せって来いだから被害者が加害者になったわけですよ私1週間乗れませんでしたもんタクシー怖くてもう夜になるとねガタガタ震えるんですよ